皆さんお元気ですか？菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞ最後までご視聴をよろしくお願いいたします。12月29日火曜日、本日のお話の題は天職を生きよう。歌は日本宣教春景色です。天職というのはですね、まあ神が与えてくださった、まあ自分にとって最高の唯一の仕事。まあしかしですね、いやいや仕事をもししているとしたら、それは拷問のようです。もうまずね、そういう仕事をしていると朝起きるのが辛くて起きられないですね。もう一日を乗り越えるだけで精一杯。まあ仕事を楽しめないで辛い思いしている人がいるとしたら、どうしたらいいか。まあまず第一の選択はね、転職して他の仕事に就くか、あるいはですね、今の仕事を楽しんで転職にするか。まあまずですね、近い将来私の仕事じゃないなと思ったら転職したらいいと思うんですよね。でも私は第二の選択をしてきました。まあ牧師が辛いなと思ったことは何度もあります。でも私はこれを天職として受け入れています。天から与えられた仕事だと思っています。まあそれは辛いことはあってもね、やっぱり神がくださった仕事だからやりがいがありますね。辛いことがないっていうのではありませんが、まあそれは神と共に乗り越えていったらいいわけです。ですから皆さん、大切なことはね、あなたの仕事を天職として思い込めたら、思えたら、もう儲けもんですが、もしそれが無理なら、本当にあなたに向いた仕事を祈りながら探してみてください。一番は、やっぱり今の仕事を神からの天職として受け止められるなら、それを楽しみ、そこに一生懸命命をかけて、言っていただけたらと思います。そして皆さん一緒にね、日本宣教、これこそが私たちの天職ではないかと思うんですよね。日本宣教春景色、この日本宣教、今は冬のようですけれど、春にしていきましょう。母国発の国際便降りた時から日本で闇の中、職場向かう人の群れは誰も無口で、トラックと取らず過ぎてゆく。私は一人、主イエスの私が天職としてこの日本のために命を懸けて戦っていくなら、必ず春は訪れます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日もお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さようなら。